はい、フェイです。お、ついにね、最後ですね。ゼロ、これ最後のになると思います。シューですね。シューの雫って書いてますね。黄泉の、花嫁いきます。結構ボリューミーだったな、このゲーム。ついに氷上山と決着をつけることになりますね。最悪、マガツヒが終わり、目覚めるユーリたち。山に深く関わってしまった3人はそれぞれの思いを抱えたまま山へと誘われる。決着を つけない限りいつまでもお迎えコースですか。それぞれが行くっていう感じで書いてましたね。みんなで行かない。来ないで。プリちゃんの昔の思い出です。見えちゃってこうしてた。何度見ても怖いわこれね。しかもこれね、 B パッドめっちゃ振動するんですよ、この瞬間。俺より一層怖い。私は治りました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 。止まらんね、これ怖いね。私には人に見えないものが見えた。家族で私だけ生き残ってから、私だけが見える死の風景、唐突に訪れる死の匂い。いつも死がそばにあった。だから私には行くべき場所は分かっていた。私はいつもここに立っている。あと一歩踏み出すかどうか迷い続けている。おお、一気にここまで来たんだ。なんか霧が止めてるの。扉が開いて、水上の宮の奥、あの扉の奥で私を呼んでいる。待っている。行かなきゃ。私の日記だ。病院の先生に言われたから書くようになった。思ったこと、夢、見えたこと、聞こえたこと、目に見える文字にして、あっと落ち着いて読むように。結局信じてはもらえなかった。巫女の夢を見た。巫女になった夢。目隠しを取って死者を見取った後、再び目を隠した巫女は泣いて、泣きながら目が覚めるけど、私は泣いてなかった。あの時ひそかさんが私の自殺を止めてくれた時も私は泣いていた。ひそかさんは泣いていたのに、私はいつから泣いていないんだろう。私は夕暮れ時無性に泣きたくなる子供だった。夕日を見ながらずっと立ち尽くしている自分が溶けていくような、懐かしい場所に誘われるような。前兆があったんですかね、今回の一件が絡むような。それにしても、なんだこの一件は一体。ルイ君たちは
いないな。あ、ルイ君はいるな。先生がいない。なんかある。古い伝承が書かれた書物。渡来刑事が書いた本だ。黒木沢の伝承、ひかみ読みに伝わる言葉がある。深山に黒木沢ありにし。あるいはこの世の場所にあらぬ。不思議な言葉だ。山にあるという黒木沢、それはこの世にあってこの世のものではないということなのだろうか。黒木沢から溢れ出る読み、夜のように漆黒の泉、その中は読みそのものだ。深山の巫女たちは古くから黒木沢、つまり現世と、閣僚との、教会である水際を守ってきた。この国には各地に読みとの教会が存在するという伝承が伝わる。そうすれば各地にある黄泉との教会にはこの氷上山の黒木沢を沈める巫女に教会を守る人々が存在するのではないか。最後のとこしえかって言ってましたよね。これね、黒沢なんとかはその一人だと思いました。その子があの黒い花嫁ですかね。気が出てる。深山に黒木沢ありにし、あるいはこの世の場所にはあらぬ。まさか久しぶりにここからか。なるほど、最後のミッションだからな。お、迎えが来た。山に誘う旗よ。さて、最後の戦いが近いですからね、強化しましょう。26万持ってる、すげえ。威力と滅上げましょう。超火力で。よし、これでいきましょう。サビが口。こっちが、こっちか。久しぶりに来たんで、ちょっとゆうちゃんってこんな足速かったでしたっけ。なんか速くないですか。なんかこんな速かった感じが。何回も何回も登山したからどんどん足腰鍛えられてきたんです。崖があるこっちにあるのはやばいかも。戦いにくさが半端じゃない。壁の中にいるな。やりにくい。俺たちずるいんだよね。あ、そんな反応できるか。
死んでしまったよ。最初に最後に来ての畳み込みすげえな。回復が遅れた。最後の戦いだってのに鏡石が使われちゃった。こんなどうでもいいところでよろしくないですね。ん、うわ戦いに来、あのひょえーって言ってるやつってなんだっけ、上から落ちてくるやつ。あーやっぱりそうか、なるほど。あーもうたまらんなこれ。体力よこすな。レベルからこれだと先が思いやられる。どうした、あー大変だったな。ちょっとアイテム見ときますか。貴重な鏡石今のでゼロでしょ。うわーそうっすか。もうもうもうぐちゃ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 、あもうぐちゃぐちゃ。これほんとなんとかなんなかったかな、この UI。 これ作ったやつビンタしたい。絶対これおかしいでしょ。こんなもんか。鏡石欲しいな。全アイテム手伸ばしてくるぐらいしてくるかなと思ったんだけど、ここにも来そうだ。いるな。出て分かった。もう総決算で来るだろ今回は。あれ嘘、
しくはしな、死ねる。だがこれでいい。あのこと、たかし、なんかいるな。あのことだけはわしのものだ。一人でも。すべて潰した。見られて取られたものを取り返した。もう誰も見るものはおらん。一人で死ぬのは一人だ。なんか私の上をフラ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 してる人がいます。もうなんなの。あら、ここぞとばかりに全員出演を狙いやがって。これもう全相手してやる、この際。何その攻め方。分かった、もう一回やってもいいか。瞬間移動からの脱菌行為。どうせい、あ、ちょっと唐突、唐突、せーの、せーのやるだけだね。脱菌バカね、その程度の吸い込みを食らうと思う。来るか、ワープ来るか。でも、フィルムがチャージされてないんで、チャージしなくていいかもな。なんか攻撃部位がいっぱいあるから、こういうハードショットに勝手になってくる。この間にチャージしちゃうからさ、できないんだ。よし、もらった、もらった、倒した。あ、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、死んだふりされた。山登るのも一苦労だな。なんかジャンプの映画みたいで、ジャンプ漫画のワンフロアずつこうフロアマスターが守ってる。でも俺には仲間がいないからな。あげたいんだけどさ、ものすげえ妨害されるんだよね、君の友達に。来てほしいんだか来てほしくないんだか。この適度に広い戦いやすいところでは来ねえのかよ。ずるずる来ると思って、残念。これね、2連発っていうのも絶対いずれ来ると思って常に警戒してるんですけど、難易度ハードとかだったら来るのかな。絶対いつか来ると思ってるんですけど、一人は最初は触れ抱きしめることから始め、最後には見るだけで思いを受け取るようになる。人は誰にも言えないことを抱えてしまう。緑によって安らかに水に戻ることができる。秘密も罪も苦しみも全てを抱きしめる。あなたも見えています。あなたは死に惹かれている。
ここを怖がって私が抱きしめます。怖い。あ、くそ、おめえ草で見えなかった。やるじゃねえか、腕上げたじゃないの。最後のタッチだよ。なんかこ、あ、こっちはないよね。こっちはないよ。なんか今こっちに向いてなかった。ってことはこれまた神社行くの。もういいよ、あの神社。ほら入ってく。もうガキンチョって言ってくるよ、これ。あれ、ガキンチョじゃねえぞ。あ、つか。お前が。連続で消えるパターン珍しいな。こんなことできたんだ。消えることにこだわる。チチってなった気がしたんだけど、斜めの角度だったからダメだったのかな。あー、これ
こいつもこれでお別れか。さあ来い、オールスターバトル、次は誰だ、ガキンチョか。人形部屋でガキンチョと戦うのかと思ったんだけど、じゃなかった。これ一直線抜けてったの。やり。なんか各々向かうみたいなこと言ってたけど、なんかユーリちゃんしか来てないよね。あいつら別ルートをなんかプレイさせられるのかな、もしかして。スラって言っても射影機をこの子が持ってるからミウはないだろうし、あるとしてもレンぐらいだろう。はあ、来たかお前ら、来ると思ったよ俺。でやらずしてどうするだろうなお前ら。さあ最後のジェットストリームアタック見せてみろ俺に。体力をもらおう。個性もう満タンになった、ありがとう。もらい、耐えられた。
たらしいとお前の HP 全部もらうぞ。ほい、あーもう下手つもりだったんだけどな。地獄のバトルロイヤル、だんだん迫ってきますよ、ゴールに。初めて通ってるな。ああここに交流すんだ。なるほど。俺今ね、お前ら来るって分かった。シャンシャンの人たちが来ると思ってる。だからここだもんな、お前らのシチュエーション。倒した。ふっ、瞬殺。ものすごい連続ショットできたね。やりなさい。あ、なんか今アイテムあったな。まあ、いっか。あれ？イベント？生き写しの絵を作る機械をお持ちとか、そのものの心までも描いていただける素晴らしい絵になると聞きました。先生そっくりだったんだね。明日はお祭りだね。このままずっとここに隠れていようか。また寝たのか。
つの間にか眠っていたのか。この霧はまた何か起きている。いいよ先生、行くのですね。探しているものは書斎の奥に。